こんにちは、月島です。前回の動画でレビューしたケンジントンのエキスパートワイヤレストラックボールの Bluetooth ペアリング方法を見ていきたいと思います。今回の動画は4つの項目です。 Bluetooth ペアリング方法の確認、ペアリング方法、 Windows 編、 Mac 編、最後にまとめです。それではペアリング方法の確認からしていきたいと思います。まず取扱説明書を見ながら手順を確認していきます。 Bluetooth 接続のページです。 A 本体裏面の接続方式のスイッチを Bluetooth 側に切り替える。 B Bluetooth デバイスの管理画面で Bluetooth デバイスの検索をする。トラックボール本体の4つのボタンを同時に3秒間押してペアリングモードにする。 C ペアリング接続をするといった流れになります。それでは手順に従ってまずは Windows パソコンとペアリングをしてみたいと思います。左下のスタートをクリックします。歯車のアイコンから設定を選択します。 Windows の設定画面が開きますのでデバイスという項目をクリックします。 Bluetooth がオンになっていることを確認してから Bluetooth またはその他のデバイスを追加すると書いてあるところの左側のプラスをクリックします。デバイスを追加するという黒いページが開きます。 Bluetooth という項目をクリックします。デバイスを追加するというページが開きます。パソコンがデバイスを探し始めます。次にトラックボールの電源が入っていることを確認します。次にトラックボール本体の4つのボタンを同時に長押しします。ボール下の LED ランプが青色に点滅しました。少し待つとトラックボールが認識されてワイヤレス TV と表示されますのでクリックします。デバイスの準備が整いましたと表示されて使用することができるようになりました。完了をクリックします。ワイヤレストラックボールが接続済みとなっています。トラックボールを動かすとカーソルが動いています。これで接続ができました。次は Mac について見ていきたいと思います。トラックボール本体の接続方式のスイッチが Bluetooth 側になっているのを確認します。次に Mac のシステム環境設定を開きます。 Bluetooth をクリックします。そうしましたらトラックボール本体の電源が入っていることを確認して本体の4つのボタンを同時に長押しします。ボール下の LED ランプが青色に点滅しました。 Mac の Bluetooth の欄にワイヤレストラックボールが認識されましたので接続をクリックします。接続済みになりました。これで接続が完了です。トラックボールを動かしてみるとカーソルがちゃんと動いています。この後はケンジントンワークスというボタンの細かい設定ができるドライバーソフトをダウンロードしてインストールをします。いかがだったでしょうか。前回の動画でもお話ししましたが、ケンジントンのトラックボールは操作性や使い心地について私はいいものだと思っています。集中した編集作業などではマウスよりも効率的だと思います。
広いモニターでカーソルを動かす範囲が大きい時ほどマウスよりもトラックボールの方が疲労が少ないです。ただトラックボールが苦手な方が存在するのも事実です。自分に合ったマウスやトラックボールを探すのも大変だと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。